ユリウス・ファルケンシュタイン、ユリウス・ファルケンシュタインは、ドイツの探検家、医師。ベルリン出身。ベルリンで開業医の息子として生まれた。ベルリンのフランス語高校を卒業した後、軍医養成学校で医学を学び、動物学も学んだ。1863年に、学生のまま軍務に配属され、広島戦争に補助医師として参加した。1867年に、 軍医養成学校を卒業し、国家試験に合格し、医学博士号を伝染病の研究で取得した。不仏戦争にも軍医として参加した。1873年にドイツアフリカ協会が資金を出して行われたパウル・ギュスフェルトが率いるロアンゴ王国、今後にあった王国の探検隊のメンバーに選ばれた。ギュスフェルトとの合流は遅れたが、この探検では、 貴重な標本を持ち帰ったほか、ヨーロッパに生きた状態で連れて来られた二頭目のゴリラ、M プングを連れ帰った。探検後は、ベルリンで暮らし、探検の成果をまとめるのに協力した。その後も、軍医として昇進した。ありがとうございます。